アジサイ、山田バサラヤイビン、大阪入りしております。現在の日付と時刻は7月の14日日曜日のですね、大阪の駅でいうと天王寺駅とかアベノハルカスとかねあります。ちょうどね、アベノハルカスの隣の隣のデパート百貨店っていうんですかね、安藤さんというお店にですね、島村楽器があるというふうに聞きましてですね、ピックを購入して、そしてですね、せっかく大阪入りしたのでこうやって歩きながらユンタクおしゃべりすると見ている方が楽しめるかなと思ってですね、今こうして動画を撮っているところでございます。今ちょうど信号待ちのタイミングでございます。今赤になりまして信号待ちでございます。いや、またツアーがね始まりまして、2024年のツアーはですね、これからがね、今日の7月の15日の海の日がですね、ツアーは初めてでね、2024年のシュガーホールへの道というタイトルでね、ツアー周りをこれからやっていきます。まあ旅に出るとね、いろんなまあハプニングというのは、ハプニングという風なね響きはちょっとこうなんか悪いねことで使われることもありますけれども、いいハプニングもね多いんですよ、旅に出ると。今日はですね、ちょうど神戸ね、那覇空港から神戸にね、向かったんですね。で、神戸空港で降りて、それから、大阪に、向かったんですけれども、ちょうどね、神戸の空港に着いて、まあ、駅のね、ちょうど荷物が多かったんで、エレベーターでこう利用しようと思ったらですね、乗り合わせたですね、女性の方が、この僕のね、見て、これ、ね、瀬長亀次郎さんの T シャツをですね見てですね、まあ米軍がどうのこうのとかね、ちょっと僕も今はっきり文字覚えてないんですけども、ちょっとね、米軍がどうのこうのとかそういうですね文字は、米軍が最も恐れた男だったかな、瀬長亀次郎さんのですね、この映画のですねタイトルなんですけれどもね、それを見てですね、ミュージシャンの方ですかってこの僕のね T シャツ指さしてですね、少しまあ微笑ましくですね笑ってくださって、やっぱり瀬長亀次郎さんの力すごいなと思って、それでね実はそこでね、あそこ毎日ねバサ活してるから、そのタイミングでフライヤー渡せばよかったなと思ってですね、まあでもしょうがないじゃないですかね、渡せなくて、少しちょっと、今度何かこういう機会があったらねフライヤーを渡すようにしようと思ったんだらですね、また駅でね、あら、また会いましたねということでね、偶然合流してですね、それで神戸の、まあ、三宮駅からね大阪駅までですね、一緒にですね同じ道のりだったので、マチルーさんという方でした。マチルーさんと一緒にですね三宮の駅から、大阪駅までね一緒に乗り合わせたんですけれども、なんかマチルーさんはお母様が都の方だったと思いますね、そんな話をして、だからまあちょ沖縄の地が半分入ってるということでね、それでフライヤー渡して、まあ、話が弾んでね、まあいろいろ年齢も近くてね、ね、まあ民謡の、まあ、民謡三線のですね、まあ、名前言っても大丈夫でしょう、大工哲弘さん、お友達がその大工哲弘さんから三線を習ってるということで、まあ、僕も実は大工哲弘さんは直接なつながりはないんですけれども、昔一緒にやってたメンバーがですね大工哲弘さんの番組をですね、一緒に今もやってるのかな、やっていらっしゃるっていうことが、やっているっていうこともあったもんで、あ、大工哲弘さん、あ、すごくいい歌歌われますよねとかね、そういう話をしてですね、楽しかったですね。こういうことがあるから、まあ旅っていうのはですね面白いね。で、大阪に来るとですね、まあ、ここら辺の街並みっていうのは僕からしたらもうおなじみなんですよ。
もう少し行くとね、西成なんですけど、西成はですね、すごく宿が安くて、もう本当に旅のね、旅の、僕みたいなね、歌うたいには非常にですね、ありがたい土地でね、それで、僕からしたらすごい馴染みなですね、この通りなんですが、ね、でもなんかやっぱりこう、ちょっとね、こう旅に出るとね、ちょっと夢心地なんですよ、夢心地。夢心地っていうのは、まあ、悪いことではないんですけれども、でも夢心地でいると、あっという間にね、時間が経ってしまうので、このしっかりね、この日々をですね、大事に噛み締めて、時間が過ぎるのはあっという間ですからね、この今を大事にですね、やっていこうというふうに思っておりますので、これからですね、また、山田バサラ1週間の、まあ、旅が始まります。1週間弱かね、この動画投稿した日はですね、今日はですね、堺市にありますマーナさんでライブです。マーナさん、堺市でのライブはもしかしたら初めてかもしれません。はい、ということで山田バサラの、ツアーがですね、いよいよまた、始まりまして、ぜひ一緒にですね、旅気分を、味わっていただけたら幸いです。はい、ということでどうも楽しんでください。はい、今日も一日サラバンジ。